おはようございます。昨日の夕方にコトルについて、今日はコトルの街歩きをしていきたいと思います。昨日、夜買ったハンバーガーの残りと持ってきてたコーンスープと、ここの宿についてるコーヒーを朝ごはんでいただきます。宿の人からこういうね、あのマップをもらったんで、ちょっとこのマップを見ながら、朝ごはん食べながら今日の行動を考えていきたいと思います。こういうあのキッチンがついてて、出窓もあって結構いい宿です。2泊で30ユーロでした。はい、はい、じゃあ朝ごはん食べたので街歩きしてきます。宿の目の前の景色です。今日泊まってる宿はここです。ホステルプパです。あー、すごい天気いいですね。めちゃめちゃ天気いい。あの日差し強いから、あの日焼け止めとか、あのサングラスがあった方がいいね。よし、歩いていきましょう。いや、ほんとめちゃめちゃ天気いいです。なんか美味しそうなジェラートとかあったら食べようかな。ほんと山と海に囲まれた小さな港町です。ドゥブロブニ、クロアチアのドゥブロブニクのコピーって言われてるっぽいですけどね。まあ明日ドゥブロブニクの方に行くんで、どれぐらいここの町とドゥブロブニクがそっくりなのか見ていきたいと思います。ヤシの木見ると宮崎を思い出す。ここかな、旧市街への入り口。大砲があるけどここかしら。わあ、一気に、ああ、一気にオールドタウンっぽくなってきました。なんかジェラート食べてる人いたから、どっかにジェラート屋があるのかな。アイスかジェラート食べたいな。今日月曜日か。よし、歩こう。月曜日の11時半です。中世ヨーロッパの街並みがそのまま残ってる。みたいな素敵な街並みですよね。なんか細道というか路地みたいな、こういうさ路地、なんかさハリーポッターに出てくる感じのわかる？ハリーポッター見てる人わかるよね多分私ハリーポッターめっちゃ好きで、全部の作品もちろん全部ちゃんと見てるんですけど、ハリーポッター感満載。あ、なんかもう食欲かき立てられる。あ、パンも美味しそう。え、パン、さっき朝ごはん食べたけどもうパンが食べたくなってくる。食欲がかき立てられますね。まさかのハードロックカフェのショップがありますよここに来てここに来てハードロックカフェのショップ、モンテネグロ仕様なんかな。あ、モンテネグロって書いて、あ、これモンテネグロの国旗をモチーフにしたギターの形の、あの栓抜きというか、ビールの栓抜きですね。まあどこのハードロックカフェにも売ってるような T シャツにこうモンテネグロってつけて撮ったというか、プリントしたみたいな感じ今日も12時になったら昨日みたいに12時の鐘が鳴るんかな。ちょっとあと20分ぐらいで12時。あ、ジェラート食べたい。あとさっきのパンも気になる。
モンテネグロの国旗ってかっこいいですよね。なんかよくある3色の国旗とかとちょっと違って、しっかりであのデザインされてるというか、かっこいいですよね。シーフードレストランが多いかな、海沿いだからかな。お土産屋、とりあえず今冷たいもんが食べたいので、なんかジェラートやアイスクリーム屋的なやつを探しつつプラプラしてます。なんかいっぱい大砲あるな。大砲、ジャズクラブって書いてる。結構入り組んでるからね、迷子になりそう。あ、猫ちゃん、今日もここの町にも猫ちゃんいます。ジェラート食べながら歩いてるおじちゃんがいたんで、どこで買ったのって聞いて、あっちだよって教えてくれたから、そっちの方向に向かって歩いてるけど、にしても入り組んでて、あ、ジェラート持ってる、こっちかな。Where did you get? って聞いて、どこで買ったのって聞きました。あ、この人たちもアイス食べてるな。素敵、見て、素敵です。あ、アイスクリームの看板がある、アイスクリームの看板がある。ジェラート屋かな。はい、ジェラート屋でした。ヘーゼルナッツのコーンで注文しました。あ、美味しそう、いっぱいあります。塩キャラメルとか、チェリー、オレンジ、ジンジャー、ラズベリー、レモン、ミント、ストロベリー。はい、ジェラートゲットです。 2ユーロ80セントだから、まあ 3ユーロとして高いね、450円ぐらい。物価高くない？物価高いな。ヘーゼルナッツのコーンにしました。はい、ジェラート1個で3ユーロです。まあいいや、食べます。めっちゃ美味しい、ヘーゼルナッツめちゃめちゃ美味しいです。次はちょっと フルーティーなやつ頼もうかな。皆さんアイスとかジェラート食べるときどっち系頼みます？こういうヘーゼルナッツ、ピスタチオ、チョコ、キャラメルみたいなやつか、グレープとかストロベリーみたいな、なんていうの、フルーツ系。私結構こういうピスタチオとかヘーゼルナッツとかアーモンドとかキャラメルとか、そういうのが好きだから、そういうのばっかり頼んじゃうけど、美味しい。でもジェラート食べながらブラブラしてます。さっきこのジェラート買った目の前にもアイスクリーム屋あって、そっちも結構種類多かったな。値段見てない、どっちが安いどっちが高いかはちょっと分かんないけど、教会、カトリックかな、正教会かな、ちょっと何も調べてないんで分かんないです。ここまで来ると観光客の人多いんで、結構中国系の観光客の人多いですね。アルバニアと北マケドニアとやっぱ違うというか、モンテネグロのコトルまで来ればだいぶ観光地になってきてますね。オールドタウンの入り口の一番のこう、まあ、広場みたいなところです。私は結構脇道が好きなんで、大きい広場よりも脇道を楽しみたい派です。なんかさっきのジェラート屋の目の前のジェラート屋でもう一回別のジェラート食べようかな。12時の鐘が鳴ってます。ここの教会かな。
ピザもいいな。ピザもいいな。あ、こっちにもジェラート屋さんありますね。あの結構街自体はやっぱ小さいので1日あれば観光できそうです。キュッてなってるんで、最初の方に通って気になってたパン屋さんでパン買おうかな。あ、ブレークあるね。ブレーク買おうかな。はい、ここのパン屋さんでパンジェロッティを買いました。ブレークもあったけどこっちにしました。 1ユーロ40セントなんで、200円ぐらいかな。いただきます。ハムとチーズが入ってる、まあ、ディニッシュパンみたいな感じかな。味付け濃いけどまあ美味しいです。なんかパン食べながらこうやってブラブラしてるだけで楽しいあの山が本当素敵だよね。やっぱこういうところで食べるとさ、あの10ユーロとかしちゃうから思いっきり1000円超えてくるんですよね。一気になんかヨーロッパの物価になったなーって感じです。あの北マケドニアとかアルバニアの激安の物価とやっぱ違うというか、観光地価格になってきたなーって感じですね。コチョールって書いてる。なんかもうディズニーの映画のワンシーンに出てきそうなね、感じですよね。ここ撮影のロケ地でもおかしくないですよね。洗濯物とか干されてる、生活してる人がいるって感じことですよね。何で生計立ててんのかな。お土産ショップとか経営してるってこと。いや本当ちょっとね、ちっちゃい町なんで結構一瞬一瞬でというか、すぐ結構すぐ見れるっちゃ見れるんかな。こっち入ってみようかな。ハリーポッター風の路地裏脇道。水買いたいのと、もう一回ジェラート食べたいのと、なんか今葛藤してます。水は買うけど、もう一回ジェラートを今食べるか食べないか。なんかあの空港の中のこういうリアカーじゃないけど、こういう車もあるみたいこれに乗ってなんかぐるぐるするのもいいですよね。あ、さっきのジェラート屋だこれ。ってことは反対側のこっちにもジェラート屋が、これだ。これがさっき食べたところで400円のジェラート屋で、こっちが別のジェラート屋。次はあのさっき買ったところの反対側の店でこのマンゴーを買ってみました。こっちの方が若干安いですね。2ユーロポッキリやったんで、まあって言うても2ユーロだから300円ぐらいするかなはい、マンゴー味です。さっき買ったところがここで、今買ったところがここです。300円のジェラート、もう一回いただきます。マンゴー食べ過ぎかな今日。あのマンゴー自体は美味しいんですけどね、中にねなんか入ってるんですよね。うまく説明できない、なんかあの杏仁豆腐みたいな味のするなんかが入ってて、それはいらないかなって思っちゃったけど、まあ美味しいです。教会の中に入ってきました。素晴らしい、すごいですね。すごい、ステンドグラスの
感じの教会とはちょっと違うけど、またこの壁画がかっこいいな。教会の中になんかちょっとしたお土産屋みたいなのがあります。皆さんコトル一回来てみてください。すごいいいですよ。モンテネグロアドリア海の秘宝と呼ばれてるコトルという町です。はい、コトルのオールドタウンのメイン広場のところです。時計台、すごい天気良くて気持ちいいです。お水をまだ飲んでないんでお水買いに行きます。宿の近くのスーパーに来てちょっとお水とか買ってます。このね、750ml のお水で80セントやったから、80セントなんでまあ110、120円。あとね、お菓子なんか買おうかなと思って、だいたい1ユーロしないぐらいなんで100、30円ぐらいのなんかお菓子を買おうかなと。めっちゃこれが売ってるんですよね。クッキーの上にオレンジピールのペーストと多分チョコレートがかかってるんかな。結構いろんなメーカーがこの似たようなやつを出してて、ちょっと気になるなって感じです。明日の朝ドゥブロブニクに行くバスの チケットをバスセンターに買いに来たんですけど、キャッシュオンリーって言われたので、時間と乗り場はもう間違いないし、宿から近いところなんで、昨日シコダルからコトルに来た時と同じゲットバイバスっていうバスのオンラインチケットのサイトで買おうかなと思います。そっちやったらクレジットカード使えるんで、カウンターで直接買うとキャッシュオンリーやったので、カードで払えるものはちょっとマイルとかポイントとか貯めたい兼ね合いもあって、カードで払いたいのでオンラインで買おうと思います。一回ちょっと宿戻って、もう目の前宿なんですけど、もう本当めちゃめちゃ近いんですよ。バスステーションも宿もさっきのオールドタウンも全部近いんですけど、一回宿に戻ってさっき買ったお菓子ちょっと食べようかな。あと今日予想以上に暑いのでちょっと着替えようかなと思います。はい、一回ちょっと宿に戻ってきました。さっき買ったお菓子と宿で無料でもらえるコーヒー飲みながらちょっとゆっくりしてます。レセプションのお姉さんです。はい、宿で1時間ぐらいちょっと休憩したり充電したりして、今2時半です。猫ちゃんがお昼寝してるけど、城壁の上に登れるんかな。登っていきたいと思います。日陰に入ると寒いし、太陽に当たるとむちゃむちゃ暑いし、結構難しい体温調節です。登っていけるかな。なんかもう水のせせらぎを聞いてるだけでめちゃめちゃ癒されますね。なんなんやろん、このマイナス4というか癒しですね。この山をね、生で見てほしいな皆さん。うわーってなります。うわ、もうめちゃめちゃ歩くのが疲れちゃった。やっぱかなりボコボコしてる石畳の上なんで、すごい疲れますね。はあ、今ちょっとだけ登ってきたんですけど、すごい、さすがに頂上まではね、行けないかな。さすがに頂上までは行けないけど、この教会みたいなところまでは行こうかなと思ってます。あんまり頑張りすぎると
明日筋肉痛になってドゥブロブニクの街を歩けなくなっちゃうかもしれないんで、あ、でも教会見えてきた。あの教会までは登っていきたいな。こんな坂道ほんとどうやって作っていったんやろね。あのね、こうやって後ろ向きに坂道登った方が足は楽です。すごいおかしいけど、わあ、みんなここで写真撮ってる。あー、あともうちょっと、あともうちょっとです。いやー、いやー、本当に部活並みにきつい運動。はい、見えてきた。すごい、ここの階段登ってきました。すごい登ってきました。よいしょ、見える？あー、すごい、目の前に教会が。ちょっと高すぎてあれかも。もうちょっと下の方がフォトスポットとしてはいいかもですね。皆さんぜひモンテネグロに来た時はコトルに来てみてください。かなりいい運動になります。はい、じゃあ降りていきたいと思います。滞在時間3分。登ってくる時間の方が長いですね。ちょっと明日にも備えてゆっくり、どっかでゆっくりしたいと思います。楽しかった。ここにも桜咲いてる。北マケドニアのオフリドにも桜が咲いてたけど、あのモンテネグロのコトルにも桜が咲いてます。かわいい。この挟まり方めっちゃ可愛くないですか？なんか可愛い。はい、3時半なんで、どうしようかな。お土産買って、宿の近くのスーパーで、なんか今日の夜ご飯の食材買うか。とりあえず今日はもうたくさん歩いたんで、夕方までには宿に戻って、ゆっくり動画の編集しながら、明日も朝早いんでそれに備えたいと思います。お土産買いました。入り口のお土産屋さんで、あのグラサン13ユーロやったんで1800円ぐらいかな。あのグラサン持ってるんですけど、ちょっとだけ形のもうちょっと大きいやつが欲しかったんで、まあ安いから買いました。あと、マグネット、集めてるマグネット、スノードームはね、かわいい、めっちゃかわいいってほどでもなかったから、まあいいかなと思って、このマグネット、コトールって書いてるけど、ちょっと今逆光で見えないかな。あ、今見えた。3ユーロなんで、まあ500円ぐらいとか、2つ合わせて16ユーロでした。はい、新しいグラサンです。こっちの方が若干ここが太いんで、横からの日差しをあのカットしてくれるかな。景色の見え方は前のグラサンよりちょっとだけ暗めなんですけど、でも日差しのカット率はいいんかな。スーパー寄って夜ご飯のなんか野菜買って、宿でゆっくりして、明日は朝8時半のバスに乗ってクロアチアに行くんで、ゆっくり寝たいと思います。はい、スーパーで食材買ってきました。トマトとなんか野菜の、まあ、サラダ
作って、あとなんかね、多分これ鶏のレバーパテみたいなやつが売ってたんで、これパンにつけて食べたら美味しいかなと思って、まあサラダとかにも混ぜて食べたら美味しいかなと思って買ってみました。パンはまあ明日の朝用に半分残しとこうかなと思います。あとキウイもね、明日の朝用に買いました。あの宿がコーヒーとかティーがあの無料で飲めるので、カモミール のティーをいただきたいと思います。これめっちゃ美味しいですね。めちゃめちゃ美味しいです。これ日本にも売ってほしいぐらい、あのパンにつけても美味しいし、あのサラダにつけても美味しいです。なんかね、なんちゅうのかな、ツナとかレバーみたいなのを合わせたみたいな。でもめっちゃ美味しい。安かったんで買ってみたんですけど、これぜひ日本にも輸入してください。